はい、今年の夏休み帰省した時に、ママの実家を整理した時に、はい、レトロゲームが出てきたんで、まあ、捨てるというんで、はい、回収してきました。はい、じゃあちょっとどんなのがあるのか、見ていきたいと思います。はい、基本的なのが全部ね、ファミコンが入ってるね。はい、まずはうわ汚いファミコンの本体、あ、これ FF の後期の方のやつだ。これFF マークがついてる。かなり黄ばんでますが、ファミコンの本体が、あと、はい。電源アダプターでしょ？なぜか、なんか 2台あるんだよね、ファミコンの本体が。あ、これちょっと古いやつだ。ここに FF マークがついてないんで。これもだけどかなり汚い。はい、本体が2個。で、あと、カセットもそんなにないね、これね。はい、まずは、はい、これ定番ね。スーパーマリオブラザーズ。はい。でしょ？で、まあ、これも定番だね。忍者ハットリくん。はい。はい。で、なんだこれは。ポパイの英語遊び。ポパイの、これやったことないね。で、はい。目指せ三冠王ベースボールスター。SNK のゲーム。これやったことないな。で、はい。また野球だ。燃えろプロ野球。はい。これも、まあ、よくジャンクで売ってるね。はい。で、はい。ゴルフ。はい。ゴルフ。で、テニス。はい。スポーツゲームが多いな。そんで、はい。これ、ファミリーマージャン。ファミリーマージャンか。これもやったことないね。はい。で、お、テトリスだ。テトリス。はい。テトリス。よいしょ。そんで、これなんだろう。霧のロンドン殺人事件。これは、これもしかしたらちょっと高いかもしれないな。うん。あんま見たことないな、これ。はい。よいしょ。で、あ、もう最後だ。で、はい、ハイウェイスター。これもちょっとね、確か高い。1000円ぐらいするんじゃないかな、相場は。昔、スクエアは、こんな、車のゲームとかも、ファミコンで出してました。はい。で、以上。ファミコンのカセットが、はい。2、4、6、ハート、11本。11本と本体が、はい、2つ。はい、以上が、ママの実家にあった、ファミコンの、一式です。はい。ちょっとこれ、綺麗にしちゃって汚いな。はい。回収ってきたファミコンの、はい、今ね、価格を調べました。はい。この中で一番高いのは、どれでしょうか？やっぱね、パパ見たことないのがあってね。見たことがないの？見たことないなっていうのは、やっぱそれが一番高かった。麻雀。いや。でね、大体ね、
さっきメルカリで見たらね、1800円ぐらいやったよ。ポパイ。ブブー。見たことないの？だってこれ。いや、それはよく見るんで。ジャンクにある、モエプロは。じゃあこれ。それは、それ見てないけど、それも、見るから。全部見たことあんじゃん。いやいやいや。もうじゃあ、これ。一番高いの。え？これ1800円ぐらい。なんで？これも結構高いやん。これも1000円ぐらいです。え、これ当時流行んなかったっけ？流行ってない方が高いんで、これ。なんで流行ってないのに買ったの？知らない。なんでこんなの買ったの？知らないよ。なんかスポーツゲームが多いよね。落合家。それはあれでしょ？たけしの。え？たけしがやってたからでしょ？あ、そうな？ママなんてマリオしかやったことない。あ、そうな？こんなかの。たぶん。で、これ麻雀とかあれじゃない？ジジババじゃないの？いや、やってない。え、そうな？それもたけしな？ゴルフとか、どうだったかな？これ全部箱付きだったらね、結構高い値段するのもったいない。箱を捨てちゃうんで。箱付きなんて保管するのえ、こっちは何してたの？箱付きだ。I studied social studies.